ちは、こんばんは、おはようございます。ハクチーヌの部屋へようこそ。今日お伝えするのは、あのクレアボヤントとか遠隔透視とかリモートビューイングとか呼ばれている、あのハクチーヌ流のやり方ですね。で、そのやり方は、あのマカバボディというボディを瞑想で作って、それでどっかへ飛んでいくっていう感じなんですよ。で、マカバボディって、あのいろいろな本とかネットに載ってるマカバボディと、私が私の上の人っていうか、人じゃないんですけどね、教わったマカバボディがちょっと違うので、その説明をしていきたいと思います。あのマカバボディってピラミッドが上下に2つなった形なんですよ。で、あの普通のマカバボディっていうのは、このピラミッドが2つ重なった状態よりも、こうさらに重なった状態になってるけれども、あの私が教わったマカバボディはピラミッドの底が2つ上下に重なった状態ですね。あの、はい、で、この時に下は地球から見て右回りで、上は宇宙から見て右回りなんですね。ですから、下はこういうふうに回ってる、で上はこういうふうに回ってる。だから上と下で向きが逆に回ってるんですね。この説明をすぐ分かる人はすぐ分かるんですけども、分からないって言い張る人はずっと分からない場合があるので、分からない場合はコップ2つを重ねてね、あの下がこういう風に回ってて上がこういう風に回ってるとどういう感じって、あのやったりすると分かりやすいですね。うちは結構分からないって人がどうしてもいた場合は、なんかおちょこ2つを重ねて、下がこう回ってて上が上からこうだからこうで違うでしょみたいな。だからこっちから右回りとこっちから右回りは、ここで反対方向に回ってるっていうことね。そういう感じで、そのマカバボディっていうのは、あの異次元を旅する宇宙服のような、宇宙船のような、あのライトボディです、エネルギー体です。で、そのマカバボディを作ることによって、あの異次元に旅したり、あのリモートビューイングしたりするんですね。本来はマカバボディ、うちの講座でパスワーキング講座っていうのがあって、パスワーキングっていうのは生命の木の中の結ぶラインが22本あって、その22本がタロットカードのダイヤルカードの22枚に割り振られていて、でそれが、あの19世紀の魔術師が魂の錬金術用の瞑想用のカードとして作られたのが、あのすいません、トードタロットなんですね。そのトードタロットのパスワーキングするときに、マカバボディを作っていくっていう形をやってるんですけれども、そのマカバボディ、いろいろな応用ができて、そういうカードの世界に旅することもできるし、あのリモートビューイングみたいなこともできるので、今日はそのマカバボディを作ってリモートビューイングをする方法っていう、でマカバボディを作る誘導瞑想と、その後に自分の行きたいところに行く、月でもいいし、ね、ハワイでもいいし、気になるあの人の今何やってるか覗きに行ってもいいしですね、という感じで。でもうちには来ないでくださいよ。あのハクチーヌの部屋には来ないでね、お願いだよということで、あの誘導瞑想していきますね。はい、深い深呼吸をしてください。吐く息と同時に、体中のいらないものが永遠といって、肛門と接種器の間から地球の中心に流れていきます。地球の中心でろ過されたエネルギーは、永遠から丹田と溝落ちに入ってきます。しばらくこの呼吸に意識を向けてください。この呼吸を繰り返すことによって、体中のいらないものが地球でろ過され、地球からの若さと若返りのエネルギーとなって丹田と水落ちに入ってきます。
では次に宇宙からのエネルギーが頭のてっぺんを伝って溝落ちのあたりで地球からのエネルギーとぶつかります。ぶつかったエネルギーはスパークして全身の毛穴から体中のいらないものを宇宙に返していきます。しばらくすると、みぞおちを中心にして、上向きの白い透明な金色っぽいピラミッドと、下向きのスモーキーな透明な黒っぽいピラミッドが出来上がります。で、上向きのピラミッドは宇宙から見て右回り。下向きのピラミッドは地球から見て右回りに回転を始めます。地球からのエネルギーと宇宙からのエネルギーがどんどん入ってくるに従ってピラミッドの回転速度がどんどん上がっていきます。宇宙からと地球からどんどんエネルギーが入ってくるに従ってどん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 、ピラミッドの回転速度が上がってきます。ある一定の回転速度を超えると私たちのマカバボディが3次元のしがらみから外れ異次元や平行次元や3次元の中の時間軸とか距離の軸とかを無視して移動できる体になりました。ではここで月に行きたい人は月に行って、ハワイに行きたい人はハワイに行って、どっか避暑地に行きたい人は避暑地に行くみたいな形でちょっと、自分の行きたいところに行ってみてください。ちょっと早すぎたと思う人はこれで終わらないでまだ言っててもいいんですが何も言わない時間がずっとありすぎると YouTube だとなんだこれはと思われたりしたりするので一旦これで終わりますね。皆さんどっか行けましたかね。行けたといいね。で行けない場合は何度も練習することによって月に遊びに行ったり火星に遊びに行ったりねプレアデスに遊びに行ったりシリウスに遊びに行ったりできますけどまずはね太陽系の中がいいですよ。太陽系の中自由に行けるようになってからその外部太陽系以外に行った方がいいですよね。迷子になっちゃったり帰れなくなっちゃったりする可能性もあるのでねということです。以上です。ポチッとな福地犬の部屋にチャンネル登録すると自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。